You're listening to Shibuya Cross FM. こんにちは、はい、12月15日木曜日16時を過ぎました。エンタメジャックイン渋谷スタートしていきます。藤巻ゆうきです。谷亮です。甘味処加賀谷歩です。よろしくお願いします。まあ、今日はですね、はい、ちょっと庄司さん、はい、こう一点、はい、我々のこう一点、庄司さんがですねちょっとまあ体調不良ということで、なんとむさっ苦しい男さん3人で、はい、もう男塾ですね。いいじゃないですか。ありがとうございます。いや、嫌なんですか。嫌です。嫌です。笑顔で。いや、いや、なんかでもさ、男さんにはさ、うん、あの学生の部活、部室のノリみたいな感じでいきましょうよ、うん、いいですね。ここ部室だと思っていいですか。部室だと思って、ただもう言えないこともありますからね。郷ひろみかは言えないよっていう歌からすいません。ということでお願いします皆さん。いや、お久しぶりのもう発する投稿ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、もうね、谷君も書いてあと半月、ね、あと半月、はい、あと半月ですよ。急に寒くなってきたんじゃないですか。寒くなってきた ね, ね。今日皆さん着込んで、はい、今日僕あのなんか T シャツで来ちゃったんですよ。そうなんですよ、ね、それは寒いわ。そうなんですよ、はい、皆さんなんかあと半月心残りないですか。いや、いっぱいありますよ。いっぱいあります。いっぱいあります。いっぱいあります。あの、私事なんですけれども、はい、あの甘味処というコンビを組んでまして、はい、あのおめでとうございます。いや、まだまだ何も言ってない。早いな。あの、おい、年末年明け1月1日のこっちですよ、こっちですよ。あ、すいません。12月31日紅白歌合戦終わって、はい、12時半から日本テレビでナインティナインさんがやってる面白そう、はい、今最終オーディションの候補まで残って、この間日テレので撮影というかお客様を入れて、最終候補オーディションのお客さんの前でネタをするというのがありまして、結果はまだあれなんで、ご報告はまだお楽しみにというところ。こんなキンキンなんですね。ギリギリまで、はい、あれ収録なんですけれども。うわ、あれ生放送ですよね。生じゃ、あれ収録なんですよ。収録なんだ。あの、もう数ヶ月間オーディションがあって、はい、何時まであって、うん、で最後、まあ千分の何千分の今40弱おお、そこから選ばれるのは十何組かなんですけど、はい、いやいやいや、でもすごくない？めっちゃ受かってほしい。うん、こうだけは、まあ、こうご期待ということでね。マジでまだあれなんですけども、はい、お金払ってでも受かってい。やもう裏でね、裏で禁酒の方よろしくお願いします。いや、でも楽しみですね。いや、本当にすみません。で、受かったとしてでもあと15日じゃないですか。そうですね、受かったとしてもキンキンに撮影して、そういうことになりますよね。もうネタは決めてるんですけど、受かったらこれって、もうあの、もう指定というかそういうので行かせていただいたんで、あのオーディションでこれでやってくださいみたいなので、はい、そういうことか。それで勝ち、あそこから売れた、いや、いっぱいいますね。そうそうそう、だから頑張りたいですよね。そうですよね。まあ、完全あの情報は極秘なんで、まだ、あ、誰か出たとかはもうヤフーニュースとかで上がってるんで、誰が選ばれてるとかはまだ全然わからないというところ。いや、もう本当に、じゃあもう皆さんは、まあ、1月1日の12時半ですよね、開けて、開けて、開けて、もう楽しみに待ってていただければ、ね、はい、いや、素敵ですね。楽しそう。で、今日は何の日のコーナー、はいはい、ちょっと行きたいなと思うんですけども、はい、今日というより昨日ですね、こちらです、じゃん。昨日12月14日は南極の日。南極の日だった。これはですね、1911年ノルウェーの探索隊が南極に到達したんですよね。1911年の12月14日、真冬に行くという。あ、でですよ、何しに行くのってありません？確かに。ほう、あそこで、うん、それはオーロラの研究だったり、氷を削ったりして研究したりする。あと動植物の調査方ですよね。いるのかどうなのかみたいな。あ、そうそうそう、とか、あとこう白クマの生態を見るとか、そういうのをやるらしいですよ、はいはい、あとね、これだからなんかね、表現が面白かったんですよ。だから僕今日これにしたのが、はいはい、僕が大好きなタイムトラベルシリーズにちょっと似てて、このなんだろう、氷の調査って過去の調査じゃないですか、うん、過去の氷が積み重なってるんだけど、はい、現在調べてこれを未来に生かすっていう、おで、だから夢を
研究してるってよく言われて、だからみんな行くらしいんですよ。そこにだってあんなマイナス何十度のとこ普通行きたくないんで、そうですね、で、うん、そんなにお給料も良くないんですよ。ああ、そうなんだ。でも行くという、そのやっぱもうなんだろうな、ロマン、ロマンなんですね。いい言葉ですね。そうなんですよ。あれじゃないんだ、お金のためじゃないわけですね。うん、南極の日ということで、で皆さん、まあ、ちょっと南極って僕らちょっとあんまり接点ないんで、うん、冬のまあざっくり思い出というか、うん、冬どんなことをして遊んでましたかとか、うん、もう幼少期から含めて旅行でもいいです。ああ、なるほど。はい、なんかあれば皆さんちょっと、まあ、食事でもいいですよ。なるほど、なるほど。何かあれば食事でもいいの。もう冬といったらやっぱ単に量と言われてるんでね。はいはいすぐ乗ったすぐ乗ったすぐ乗った。めちゃくちゃ振られたすげえ今日このネタに関して用意してなかったどうですか。でも冬といったらまあまあ1月、うん、1月といったら1月9日、はい、9日といったら僕の誕生日。いや、おめでとうございます。いや、なんか、はい、いいなその階段用意してたな。今思いついたそう、でも、はい、なんだろうな、冬してることって言ったらやっぱり昔ね楽しみにしてたのお年玉じゃないですか。そうですね。お年玉をいくらぐらいもらってました皆さん。僕は少なかったような気がするんですよね。そんなにもらってなんか周りの友達とか聞くじゃないですか、小学校とかで学校で、はい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 、3万5万みたいな、うちみたいな。ただまあ言えずみたいな感じでしたね。あ、そうです。もう、いや僕は親からは、小学校の時とかは低学年の時で3000円で、高学年になったら5000円で、うん、大体あの、うん、うちの大おじに吉田よしおっていう阪神タイガースのね、そうだよ、そうそう、はい、のところに行って挨拶をしに行って、まあ息抜くもらうと。あの子供の頃から正直それ目当てで行く、ね、いや、それ目当てで行く。それであのご親戚の評価変わりますよね。自分の中の通知表がね。そうなんです。あ、5000円か。それなりの対応させて。1万円かみたいな。1万円の対応しますみたいな。でもろくでもないガキだな。その時からそういうところが、ね。そう。ちゃんチェックメイトしてるね。要チェックや。いやで、あ、彦一です。スラムダンクの彦一ですよ。いや、もういいわ脱線する。誰か話題がいろんなところに。そうなんですよ、ね、はい、はい、でもまあ、あのお年玉は楽しみでしたよね。え、お年玉ね。今あのお年玉ってどこ行ったんですか。全く覚えてない。あれは親御さんがちゃんと管轄して、ね、あの僕たちの生活にちゃんとあの企ててたということが、ね、当ててくれてた。そうですね、はい、今のお父さんお母さん、あのぜひ、ね、学習保険があるんでね。あ、そっか、うん、いやもうやばい。現生くれじゃないんで遠回しに言ってるけどめっちゃ直接言ってますからえ、あのふっと思いません。はい、子供の頃あのお正月休み何して遊んでました。記憶僕ないんですよ。いや、僕らはやっぱ戦後間もない高度経済成長期だったんで。いや、何歳ですか本当にタコ揚げやってました。あ、でもタコ揚げ俺もやって、本気でやってた。タコ揚げやってましたね、河原で。本当に公園で、はい、でっかいグラウンドで。その世代じゃないですいや、いや結構タコ揚げ、はい、タコ揚げはみんなやってました。誰に教えてもらうんですか。親父。あ、もう僕は周りがみんなやってるん でタコの糸が絡まないようにこうみんなでこう揚げたりとかして。そう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 、普通にこうやって走ってましたよ。そう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 、小学校のグラウンドガンガンやってましたよ。あとはもう本当にあの河川敷でね、うん、そういうところで揚げたり、はい、やってた。やってました。あ、そうっすか。やってないんすか。やってないし、さすが、そうね。あ、そっか。いや、でもなんだ、田舎かみたいな。いや、まあそう言わないでください。いやそう思ってますけど。その顔やめろドヤ顔やめろえ、そうなんだ。タコ揚げ、タコ揚げやってました。でもタコ揚げとコマ、コマやってましたよ。嘘、絶対嘘。本当、あの高円寺のコマ回しって言われてた男ですかね。いや、マジか。もう何でもできますよ。その時高円寺にいた。高円寺にいたもう何でもできます、何でもできます。本当ですか。もう普通に。で、これ一つコマ回しでエピソードあるんですけど、はい、うちの親父コマめっちゃうまいんですよ。ほう。で、弟、僕がね、小学校2年生ぐらいかな、うん、の時に弟が1歳ぐらいで、こうコマ回しで親父パン、うん、でめちゃくちゃうまいんですけど、で、弟を抱っこしながら、ね、あ、なるほどなるほど。で、コマパッてやってこう手に乗せて、なるほどなるほど、で、あるあるある。で、パッてやって手に乗ったんですけど、そのコマがヒュンと落ちてて、あ、これ取らないといけないって思った親父は、なんとそのコマを取りに弟そのまま下に落下していって、あ、まだ抱っこできるぐらいの、だからあ、で1歳とかで、ここに大きなデコっていうこういうボコっていう傷跡が
残って、未だに残って、未だにあると残って、だからその弟と会うたびに、親父と、まあ今年もね、あの、今年の正月はちょっと帰るかわかんないですけど、うん、まあ会うときに、そのね、やっぱ言うよね、そういうのね。でも今となったらいい思いですよね。あ、なるほど。そうね。でもまだ1歳だったらまだ覚えてないの。覚えてない、うん、全く覚えてない、ね、覚えてないんじゃないですか。覚えてないですか。あ、だからまあお父さんだからもう野球のこのこっちでもこっちも忘れちゃう。そう、忘れちゃう。こっちは投げる手だから、ね、あ、でもそうか、そうですよね。でこっちがグローブですから、まあ、あ、よかった。どっちか覚えてないけどね。あ、そう、コマちゃんとやってましたよ、その昔ながら。メンコとメンコもやってましたね。ああ、そうですか。ね、握ったりこう握ったりとかいろいろ。いろんな投げ方がね。投げ方がです。まあ僕はもうベーゴマで、皆さんよりもあれベーゴマなんで。あ、まあベーゴマももちろん。絶対やってない。絶対やってない。ごめんなさい。ごめんなさい。俺今乗っちゃった。ごめんなさい。ベーゴマすごい得意だったんで乗っちゃった。ものすごい嘘ついてました今。何をやってたんですかじゃあ藤村さん。いやだから覚えてないんですよ。覚えてない。記憶ない。いや何やってたんだろうなっていう。寝てたんですか。寝てた。ゲームボーイとか。ああ、なるほどね。正月休み。スーパーファミコン、ね。東京なんで。あ、出た出た。いや、あの47都道府県 ゲームボーイあったんで。別にロマンシングサガとかみんなやってたんで。そうですよね。まあ本当地元も。まあ南極からここまで行きましたけど、皆さんね、ちょっと南極とかも。オーロラとか見に行ってみたくないですか。行ってみたいんですよ。これはね、僕写真集買ってるんです。オーロラ大好きで。オーロラの写真集。オーロラ写真集買ったんです。それあのアラスカでね、やっぱあのよく見られるっていうので、まあ北欧かアラスカとかでも南極でも見られるんだったらぜひね、うん、生まれてから一度は見てみたいですよね。そうですよね。ただあれってなんかこうアタックみたいに言ってこう毎日見れるわけじゃないらしいんですよ。そうだそうだ。だから1週間とか、なんなら1ヶ月見れない時もあるとか。だから その行って見れた時ってすごい奇跡に近いらしいん で、ね、見れなかったらただね。しかもこんな寒い中待ってるしな。あれおしっこ固まるのかな。あ、固まるんじゃない。固まるんじゃないですか。まあね、出て瞬間固まらないだろうけど、多分そう。ジーパンとかもね固まるっていうぐらいだから。こうやって振り回したらね、カチカチになるっていう、ね、そう。だから皆さんぜひね、オーロラ見に行っていただいて。オーロラを見に行く話になってる。心をあれしてください。最後一番大事。最後一番大事。でもなんか映画で南極料理人ってありませんでした。あったな。あったあった。坂井正人、まあ、日曜劇場かなんかでやられてました。そうだ、はい、とかがやってて。あとあれだ、南極探検。あの、あります、あります。あの誰だ、高倉健さんですよね。そうですね、はい、ワンちゃんの、ワンちゃんの、はい、ソリネスですね。そうですよね、ありました。皆さんぜひ見ていただいて、あの冬休みをね、楽しんで、うん、いただけたらなと、ね、はい、はい、思います。それでは始めていきましょう。エンタメジャックイン渋谷。この番組は新車最安値更新中、 100% 新車館と宮古島レンタカー宮レンさんの提供でお送りいたしますということでね、はい。まあ、通常ならここから庄司さんのコーナーになるんですけども、うん、まあ、先に僕のコーナーをやって、その後漢字一字、はい、漢字一字、漢字一字、今年の漢字一字、戦でしたね、はい、今年は戦だったじゃないですか、はい。で我々の漢字一字で もう今年ってもう終わるじゃないですか。確かに来年の漢字一字をちょっとみんなと書いてもらって、来年の自分 の、 そうです、の個人的な漢字一字、そうです、この年にするよみたいな。そうです、そうです。なるほど、ね、こんな年にしたいなと思ったらなと思うんですけども、ちょっと待って、その前に、はい、ワールドカップ見ました。見ましたね。一応全部チェックしてます。まだ終わってないですけどね。てか昨日も見てました。昨日も見てましたね、はい。クロアチアに負けちゃいました。負けちゃいましたね。そうですね。あ、日本の話ですね。日本の、まずそう、日本の話。あ、どうでした。もう僕はもう号泣でした。あ、泣いてたんだ。はい。え、見たっすか、リアルタイムで。見てないです。見てないんかい。ヤフーニュースで見ました。スポーツは録画で見るもんじゃないですかね。生で見るもんですからね。俺見たもんな、ちゃんと。いや、まあ、もちろん生で見た。もちろんですよ。どうでした。いやなんかもうあれですね、1点先制した時にやっぱりなんかこうざわつきますよね、うん、やっぱりなかなかリードしたことがなかったんで、最初に。そうだ、今大会のあるあるで。ただめちゃくちゃいい試合でしたね。ねえ、めちゃくちゃ面白かった。いやなんかこうちょっと期待しちゃったっていうのは変だけど、いけんじゃないかなと思っていませんでした。いや、ね、まんま。あとやっぱあのプレス、やっぱ僕は走る選手が一番大事かなと思いました、はい、あの相手にプレッシャーかけて、前田大然選手もずっと走ってたから、前線からずっと走ってました。やっぱ走るの大事だもん、ね、あれだ、頑張った結果、なんかこう
運も味方したんですかね。そうそう、ポンポンと目の前に転がってくるっていうか、もうやっぱすごいね。えで次決勝ですよ、アルゼンチン対フランス。ありがとうございます。これでちょっと、はい、何対何でどっち勝つかちょっと予想します。そうですね、あのまああれですね、今大会ワールドカップ最後と言ってるメッシが擁するアルゼンチンか、はい、新進気鋭のエムバペがいるフランスか、はい、フランスだって勝ったら連覇でしょ。連覇なんですよ今です。イタリアとブラジルしかやったことないらしいです。どうですか。僕はね、1、いや違うな、3-2で。あ、いいとこついたね。3-2でフランス。フランス？フランス。あ、そうか。やっぱそっか。いや、俺はこれは夢も乗せてなんですけど、まあ、エムバッペさんのね、エムバッペさんのね、まあ、得点王も。あの合体のいい。そうですね。日本にも来てましたしね、これ。顔が好きなんですよね、なんか。うん。とぼけたよ。いや、そうですね。わかりますよ。ハーフ芸人にいそうな感じ。いい意味で、いい意味で。メンディーみたいな感じのね。メンディーか分かんない。でも、あの人の得点王プラス、ここで2連覇してもらって、次の4年後、また3連覇目指してもらいたいなっていうところ。なるほど、そういう夢か。そう、夢。なるほどね。いや、まあ確かにフランスにベットしましょう。フランス強いもんね。強いもんね。で、カエさんどうですか。もう 2-2 で同点で PK でアルゼンチン、これでいきましょう。PK 出ました。やっぱ今大会は PK がやっぱ肝なんで。そうですね。やっぱなんか最後も残ってるかもしれないかなと、こういう結末も。でアルゼンチン勝つと。そうですね、やっぱ神様最後に。 MVP はじゃあもうメッシ。メッシということで。もしくはバティスータ。バティスータ。もういない。バティゴールってことで、これデルピエロだと思う。デルピエロ、もっとこれイタリア出てないし。いや、まあなんかいいっすね。その世代だ。その世代なんだね。デルピ世代ですからね。デルピ世代。いや、僕も、うん、まあ、願望込めてやっぱ最後の優秀の美でメッシ有するアルゼンチンが、はい、もうケチョンケチョンに勝ってほしいなみたいな。ちょっと4-0とか4-0、5-0みたいな、そのぐらい。うわ、やっぱメッシってすごかったんだなみたいなの見たいかなとちょっと、うん、思いましたね。いや、確かにクロアチアのメッシの最後のあの3点目決めた時、あのあれアシストアシストでしょ。アシスト、あれあのガーッて走ってサイドから行ってね、え一回くるんってやって、ウォーズマンみたいな、あのウォーズマン、後方後方行ってないけど、クロアチアの中でなんかスタメンで2人いた、なんとかチって名前ついて、なんとかチ全員チだけど、ほとんど血ついてるけど、血ついてない、ほんのウォーズマンのやつ。あれめちゃくちゃ体でかいのに、ちょっと遊ばれちゃったもん。いや、だからあんだけ世界最高峰でもよりもっとすごいんでしょうね、メッシがね。いや、だからアルゼンチン、アルゼンチン、フランスということでね。俺モロッコが勝つと思ってたんですよ、優勝してくれって思ってたんで、昨日めちゃくちゃ頑張って応援してたんですけどね、なかなかやっぱ強い。まあね、やっぱねスーパーセーブありましたしね、キーパー。面白かった。ぜひ皆さんね、ワールドカップも見ていただいてということでですね、はい、さあじゃあ僕のコーナー、はい、行きたいなと思いますけども、お願いします。もうイーロンマスクいきます。おお、僕何回かここでイーロンマスクのこと話して、うん、実は先週もちょっと話したんですけど、うん、めちゃめちゃ時間足りなかったんで、おうおう、まあ、ざっくり説明しつつ、行きたいんですけど、まあ、イーロンマスクっていったら どんなイメージですか、もう今。まあ、いや今今、まあ、現在というか、まあ、ちょっと稚拙な言葉を使わせてもらうと、あの傍若無人に振る舞ってるというところはありますけれども ね、 やりたい放題という。いや、もう完全にもう世界ユースの資産家、そうですね、そうですよね、そのイメージ。そんなイーロンマスク、はい、次なる野望をちょっといきたいなと思います。イーロンマスクの野望ということでね、信長の野望的な、そうなんです。いや、本当野望って感じなんで、これいい、あの説明し終わった後マジでちょっと震えます。オーケー、はい、でまず簡単に彼のプロフィールというか、1971年6月28日生まれ、51歳ですね、うん、父はエンジニア、母はモデル、祖父は冒険家ということなんですね。職業が、うん、そうなんですよ。タッキー以来ですよ、本当に。そうなんですよ、タッキー2世、あ、うん、1世か、1世先こっちか、先こっちですね、先おじいちゃん1世です、はい、まあね、まず天才なんですよ、うん、まあ、簡単に説明、うん、これもね以前やったんですけど前、説明していきます、うん、幼少期南アフリカで生まれます、はい、これは何でかというと、冒険家のおじいちゃんがなんかもうすごい、もう結構やんちゃなんで、単独で飛行機でカナダからオーストラリアに単独飛行みたいなのをやるような冒険家なんですよ。それ、今でもギネス載ってるんですよ。へー、これ何でかというと誰もやる人がいないから乗るぐらい
結構過酷な単独で、そうなんですよ。で南アフリカで生まれますと。で父がエンジニアということで10歳でパソコンを授かります。お君にやるよと、息子イーロンにやるよということをもらいます。そして12歳で、ソフトウェアを販売します。12歳です。小6レベル。ちょっと話してますね。そうなんですよ。これ10歳で PC もらって、12歳でブラインドタッチじゃないんですよ。12歳であのソフトウェアを販売するという人間なんですよね。でそこからです。そこから学生時代に行きます。で学生時代は、カナダに行きます。なぜならば離婚するんですね。離婚したお母さんモデルなんで、カナダの方がまあお仕事あるんでカナダに行きますと。その時にが、イーロンも最初は南アフリカにいたんだけど母方の方についていくと、そして学生クイーンズ大学とかペンシルバニア、スタンフォード、この辺ですね。この辺に、大学院ですねの時に95年、 Windows95、はい、っていうものが発売されて、これは革新だということで、3日ぐらいで辞めるんですよね、大学院を。辞めてインターネットにどっぷり行くということですね。で彼は学生時代やりたかったのはインターネット、クリーンエネルギー、宇宙、この3つしかやりたくない、学生の頃から決めていて、今全部ですよね。もう51歳で全部やってます。そして起業 ZIP2 っていうのを起業します。これは弟と一緒に起業するんですよね。ソフトウェアのなんていうのかな、卸売をインターネット、だからソフトバンクの最初みたいな、まだソフトウェアソフトバンク2世ね、1世の頃ですね。でだこれ、まあ、売却します。M&A M&A で売却して、 M&A2 世ってことですね。 M&A1 世ですね。何回やるねこのくだりこのくだり何回やるこれ、はい、370億ドルで、億ドル400億ぐらいの売却益を得ます。はそっから X.com っていう、はい、会社を立ち上げます。この X.com っていうのは、金融ですね。弟がちょっと金融の方に行ったんで、それを真似て金融というかこうインターネットで銀行をやる、ネットバンクみたいな、今のペイですね。ペイの先駆けをやったんですね彼は。インターネットがあのお金のこうなんだ流通にすげー向いてるっていうのをいち早く分かって、すごいね。でこの X.com に会社ありますよね。その会社に曲がりしてたのがペイパルですね。ああペイパル、はい、ペイパルの元の、ピーター・ティールっていう人があの曲がりして やってたんですよ。ただ X.com を見てあパクろと思ってパクって X.com とペイパル2つがすごく大きな、決済の、インターネット決済の、ただすごいバチバチに戦って結局もう、これいや大丈夫、これ90、何年、これ何年ですか。これ2000年代ですね。なるほどね、はい、2000年代か。で、そっから、ペイパルとエクストトモが合併します。合併するんだ。手取り合った。そうなんですよ。ただ合併ってやっぱりうまくいかないというか、まあね、ピーター・ティールもめちゃめちゃもう武闘派の社員なんですよ。社員というかもう社長、まあ、共同社長、はいはい、でイーロン・マスクはもう皆さんも知ってるようにバチバチじゃないですか、まあ、喧嘩するんですよ、うん、仲良くな、でもイーロン・マスクは最初トップだったんですけど結局あのクーデターを切ってイーロン・マスクは社長を解任されるんですね。はでピーター・ティールが社長になったということ、うん、ピーター・ティールという人もすごくて、海、太平洋の海、誰の国でもない海に、はいはい、砂を埋め立てて俺たちの国作っちゃおうって今言ってる人みたいな感じの人です。そんぐらいもだからぶっ飛んだやつが集まりなんですよね。なるほど。そしてその追い出されました。そしその中スペース X 宇宙だ、宇宙に行きます、うん、だから、インターネット、インターネット金融、宇宙行きますね。これまあだからあれですよね、スターリンク、うん、あのロシアとウクライナの問題でインターネットを宇宙衛星でということで、まあ、ウクライナが頑張っている。このきっかけになったのがスペース X のスターリンク、5000機ぐらい今衛星が飛んでるそうですね、はい、で
このスペース X すごい、でもロケット打ち上げるってめちゃめちゃお金かかるんですよね。ほうほうほう、何百億、うん、それを乱発します。金あるからね。乱発まで、でも乱発してお金なくなります。あ、なくなるんだ。お金なくなったんですよ。でお金なくなった時何をしたかというと、うん、めっちゃ騒いだらしいです。どういうこと？具体的にどういう騒ぎ方を？助けてと。ああ、なるほど。ヘルプミーと。みんな助けてくれと。ヘルプミーって言って、で本当にね、運もついてるのがたまたま NASA ってあるじゃないですか、うん、NASA があの冷戦時代ロシアとスペースシャトルの打ち上げ合戦してたじゃないですか、うん、でもロシアがソ連がロシアになったんで一旦 NASA スペースシャトル打ち上げのやめたんですよ。勝ったっていうことで。ただだからこう資金はある、うん、で上げたい、でも NASA 的にはそんなに やれない、ほう、誰かやってくれる企業いないかなって NASA 探してたんですよ、うん、はい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 って手を挙げたのが、うん、もうイーロン・マスク。あ、なるほどね。そう、もうだからもう騒ぎまくったと、メディアに出て、うん、もうやんなきゃ死ぬぐらいに言ったらしいんですよ。でその後テスラを買います。ほう、テスラモーターちっちゃい会社あったんですよ、うんうん、それを買ったんですよね。買って今ここまで、はいはい、このテスラっていう名前もすごくないですか、うん、ニコラステラ、あ、ニコラテスラから来てるんですよね、うん、ニコラテスラから来てテスラ。そうなんですよ。でニコラテスラっていうのはエジソンとバチバチにやり合ったんですよ当時、うん、ただみんな知ってるのってエジソンじゃないですか。エジソン、で電気ので、当時交流とか直流とかでバチバチにエジソンとテスラがやり合ってエジソンが勝ったんですよね、うんうん、でテスラはすごい天才だけど不遇の一生を終えたんですよ。へ、そのテスラっていう名前をこうつけてるのがおもろいですよね。渋いね。このテスラ電気自動車、はい、電気の会社。これおもろいのがつけてる、うん、その名前、ほう、まあ、まずロードスターはいいですよね、はい、ロードスター。その後、ね、モデル S、 ほう、モデル X、はい、ほう、モデル3、ほう、モデル Y、 ほうほう、まあ、ロードスターはまあ置いときましょう、はい、これあれですね、自分ん SX3Y ん、はい、今までの伏線回収みたいなとこですか、これちょっとね、うん、やっぱイーロン・マスクちょっとやばいのが、うん、ちょっとイカれてんなと思うのが、うん、セクシーにしたいと。あ、セクシーセクシーにしたいと。であの3を E に見立てる、そう、逆裏返す、ね、あ、なるほどね。ただそれだけらしいです。ネーミング何もない、そうなんもないんだっていうような、ちょっとぶっ飛んだ人なんですが、面白いんだ。最近、はい、ツイッター、はいはい、もう買収して、買収して完全自分のものにしますね。よう接見してますからね。まあツイッターもいろいろ言われてるじゃないですか、はい、有料化になるんじゃないかとか、うん、認証バッジがどうだとか、うん、ね、トランプさんが復活したじゃないですか、アカウントが、とか言われていて、まあいろいろあるんですが、あと実はあんまり知られてないのがオープン AI とニューラリンク、これも社長やってるんですよ。ニューラリンクって何？今こっからですね、これが今回の一番言いたいところなんです。なるほど、ニューラリンクは、はい、まずね、一昨日ぐらいに長者番付発表されました、はい、世界の。おうおう、昨年1位でした、はい、1位、ほう、36兆資産だったんですよね。ほうほう、資産が36兆、個人資産で、個人資産が36兆。お、ちなみに日本の去年の国家予算が105兆、3分の1です。一人の人が3分の1だからイーロン・マスクさんにいたら本当に、ね、日本ぐらいの国の規模の、そうなんですよ。ただ2022年、はい、そう、2位になりました。あ、そう、なんかね、1位誰ですか？孫さん？孫さんじゃないんですよ。1位があれですね、あのルイ・ヴィトンの社長ですね。あ、それね、あ、やってましたわ、はい、ルイ・ヴィトンの社長が1位になって2位に下がったんですが、1位の人が23兆なんですよね。で2位の、イーロン・マスクが22兆、ちょっと下がったんだ、下がったんです。これまあツイッター買ったり、そう、あと使ったからってことですよね。そうなんです。あとテスラの株がめっちゃ下がったですね、売却したからということで、まあ、22兆。テスラって売却したの？結構売却します、彼は。株を、自分の資産を、
保有株をですね。なるほど。あ、でそれを言ったら現金に変えて、うんうん、そっちのお金を買ったってことですね。そうなんですよ。でこのオープン AI、 これはまあ AI をどん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 ディープラーニングさせて、うん、頭良くさせるというか、失敗を繰り返してね、うんうん、勉強させていくと、うん、そうなんですよ。AI もどんどん進んでますよね。でこのニューラリンク、こことここが密接に関わりあるんですよ。これ何だと思います？このニューラリンクって聞いただけで。何だろう、ね、ニューラリンクでしょう、はい、何だろうな、リンクってことは何かをつなげるっていうことですよ ね、 ね、何かと何かを。めちゃめちゃ鋭い、めちゃくちゃ鋭い。ニューラって何だろうな、なんかあの自然的なことじゃないか、何だろう、あれ、あのなんだっけ、 SDGs とかそういうサステナブス、まあ、結構あの鋭いですね。わかんないですけどね。なんか、お金持ちになったら次何するかって健康じゃないですか。健康を考えるじゃないですか。確かに確かに。だからこれ医療に近いんですよね。あ、なるほど。医療に近いんです。でこれ何かというと、簡単に言うと脳、ここ頭蓋骨、はい、パカッと開けます。こうパカッと開けてチップを埋め込む。あの、ね、イーロン・マスクさんはチップ好きなんですよね。そうすごい、チップの最先端のパイオニアなんですよ。そうなんですよ。ここの個人入れてるのとかもここら辺に。もうだって実際にもうね、海外の人、そうそう、みんなこれでなんか指紋ドアとか知ってますね。イーロン・マスク先輩はもうすぐチップ、ね、あ、先輩先輩パイセン、パイセン、いやパイセンまで行くとバカにしてるんですよ先輩なんですこれ埋め込むんですよ、脳みそに埋め込むんだ。な、今もう注射器程度のでプスッとか入れるのとかが多分今後もうありますよね。あ、でも脳みそに入れたら怖くないですか？いや怖いですね。そこなんですよ、そこなんですよ、ね、ここ、まあ、脳のこの、まあ、頭蓋骨を、まあ、パカッともう開ける、これももうロボットを作っちゃったんです。開けるロボットを。あ、そうなんですか？はい、これ作ってパカッと開けます。レーザーかなんかでウィーンとって、はい、でそこで、まあ、硬膜みたいなのがあるんですけど、はいはいはい、そこ傷つけずにチップ、10円玉ぐらいの大きさのチップを埋め込んで、硬膜を傷つけずに入れる、はい、できる、それができるらしいです。もうそういうロボットを作ったって言ったんですよね。すげえな。で閉じると。でこれもここだから、まあ、そこはげちゃうじゃないですか。みんなある振動になるってことですよね。だからそこをなもうでもこのぐらいの傷なんですよ。ちっちゃいんだ、このぐらいの傷だから、そんなに目立たない。なるほど。っていうことなんですよね。でこれで何をやるかですよね。確かに思いません？これで何をやるか、 AI にラーニングさせるか、健康管理をするんでしょうけど、はい、そうね、具体的には、はい、脳波。おお、はい、脳波、脳振動、うん、はい、睡眠、それがどっかとリンクしてて異常をきたすとニューラリンクというかですね、してて時計とかと、アイウォッチみたいなやつ。ああ、いいですね。ちょっとでもね、電磁波的な問題もね、いろいろあるでしょう。何でしょう、なんだ、何とリンクさせるかでしょう。今のと彼が考えてるのは、このニューラリンクでやろうとしてるのはこれっていうのがあるんですよね。これっていうのがある、はい、全国民が持ってるのは携帯ですけど、なんだろう。でもあれじゃないですか、何かを直すですね。何かを直す、何かを直す、何かを、分かった、はい、地方書。あ、正解です。おお、びっくりした。そうなんですよ。お、なんかとにかく脳って基本的に微弱な電流じゃないですか、はいはい、うんうん、シナプスっていうか、こうあって、ここにビビビっていう電流を流すことによって理解したり動いたりできるってことですよね。でここに入れて、あの、つなぐんですよね、ネットっていうか、うんうんうん、それをすると まず1個目は目、見えない人、結局目見えない人って目の何かの、そうね、うん、ものが機能してない、ね、うん、先天性なものだったり、これでも結局理解するのって脳でしょって言うんですよ、彼は。確かに確かに。じゃあ直接ここで見れなくても、例えばその人にここにカメラをつけます、 GoPro でもいいつけます、うん、それを映像を送ります、その映像を脳にここに送ります、微弱の電波を流します、理解できると。もう可視化されてるのと同じレベルってことですか。実際的に目が見えるようにはなってないけど、
理解はできるようになるでしょ。なるほど。って彼は言うんです。それ現実的な話でですよね。そうなんです。いやでも物理的にはいけるっすもんね、うん、そうなんです。物理的にはというか これですね。あと耳、耳も一緒ですね。耳のなんかの機能がすごい。そうなんですよ。今だからサイレントっていうのがドラマやってますよね。あれもまあ耳が聞こえない、後天的に聞こえなくなったりもしてもできるだろう。だって耳聞こえない人たちもここでは聞こえないけど、なんか骨伝導みたいな、骨伝導だと聞こえたりする。そうなんですよ。あと痴呆症の改善、アルツハイマーとか痴呆症の改善、なるほど。これもおじいちゃんおばあちゃんになったら、まあ、なる方もいる。その時に自分の娘孫の名前忘れちゃうのってかわいそうでしょって彼は言うんですよ、うん、なるほど。忘れなくさせてあげられるよって言うんですよね。でもこれマジでできた超素敵、すごいじゃないですか。超いいと思う。これすごいんですが、これメリットを今2つ言いました、はい、デメリットは何だっていうことですよね、うん、デメリット、まあ、手術の失敗。そうですよね。そこはまずね、もう間違いない。で埋め込んだことによる、脳の、拒否反応とかも、うん、まあ、副反応、そうですね。あとは、そういう介護とかの仕事をする人、痴呆症とかそういうのを治す人たちの職がなくなるというところ、うん、そうですよね。まだいろいろありそうだな。いや、探すといっぱいありそうね。いや、あります。顔は一番言いたいのも言われてないみたいな、喜んでるから。まず、はいはい、まだ高いですよね、きっと。あ、金額がね、金額も高いですよ。想像つかないもん。想像つかないですもんね。富裕層しかできない、うん、あとここちょっと面倒なのが研究が進みにくい。じゃない、実験ができないからってこと。そうなんですよね。特にアメリカは結構動物保護が強いんですよね、そういう団体の方が。じゃあそんな中国とかやりそうだけど。そうなんですよ、ね、先にね。そうなんですよ、ただ、うん、イーロンってもうぶっ飛んでしょ、知るかーいっつってやっちゃってるんですよ今、うん、でやってんだ。やった結果、まあ、皆さん YouTube でも検索すれば分かるんですけど、猿が埋め込んだ猿が、うん、キーボード打ってるんですよ。あ、その信号を送ってこれやれって、信号を送って今そこまで来ました。 YouTube 後で、まあ、気になる方はググってください。猿でやってるね、うん、猿でできた、ここまで。じゃあ人間なんてもっとできるんじゃねえかよ。ってことなんですよ。そうなんですよね。あとゲームも やった、インベーダーゲームみたいなを、うん、簡単なやつもね。そうなんですよ。でそれをなんかもよりすごいのが、普通なんかマウスとかでこうやるじゃないですか、うん、じゃなくマウスじゃなく見てテレパシーでできちゃったんです。え、繋いでゲームと。そこまで来ました。サル自体がよくわかんないでしょ。ウィーのこれみたいになってるわけですね。こう、そうなんですよ。思ったら左に動けと。動いてるんですよ今んとこ。その出し方がすごい。なんかちょっとピンとこないけど。いや、まあ、実感はないよね。そうなんですよ。これなどういう実験したかというと、最初マウスで、はい、有線でこうやってやらせて、うん、ピッコピッコやらせました。その後ここ切ったんですよ。線を切って。彼はこうやってると思ってるんですけど、うん、切ってるから完全にここではもう接続されてないのにできてるんですよ。ってことは脳みそでちゃんと理解して、こっちに動かしたらこっち行くなっていう想像をさせてるってことね。まさにそれ。なるほど。いやー、すごい進んでるなっていう。超面白いじゃん。そうできてる。そうなんですよ。あと次、うん、悪用すると。あ、これですよね。確かに。これやっぱ最大のメリット、デメリット、最大のデメリット、ここですよね。まあ、さっき言った、まあ、痴呆症の方に名前を覚え出させるよ、うん、つまり書き換えられるんじゃないか。 100% できますよねってことですよね、うん、これ悪用するととんでもないことになっちゃうんじゃないかと。あれじゃないですか、広角機動体の世界ですよね。なるほど。完全にそういうの悪用してね、脳波ジャックでね。そうなんですよ。でこれも全部だから AI、 このオープン AIっていうのと、まあ、一緒に技術を革新させてるんですけど、今 AI ってどこまで進んでるか、結構、まあ、そういうこともできると。あと、トップガンの空軍、はい、空軍が人間生身のパイロットと AI 搭載の無人のパイロットで戦わせたら、もう勝てないだそうです。AI が勝つってこと。 AI が勝っちゃう。あ、もうそうなんだ。打ち合いでってことでしょ。打ち合いで、まあ架空の打ち合いでっていうのは、はい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 、なぜかというと人間ってもう G って決まってるじゃないですか、うん、耐えられる G、うん、AI 関係ないんですよね。そっか、うん、感情もないしね。感情もないし、そんな動きもできると。そうなんですよ、うん、で安全装置もいらない、うん、何々もいらないって、もう軽量化もできるしって、もう
そうか、早いし、その分詰めるし、動ける。そうなんですよね。で、あとまあ瞬時に判断できるっていうとこですよね、うん、あとまあ我々日本でいうと将棋、ほう、羽生さんの時代からありましたね。もうよくやってましたよね、電王戦ってありました。よくやりました、ありました、つい何年か前までありました。もう今なくなったんですよ。もう勝てないから。勝てないから。それチェスとかもじゃあ一緒ってことですかね。チェスも全然、もう唯一将棋が、あの、捨てた駒を使えるっていうので、より難易度高かったんですけど、それでももう勝てないということになったんですよね。で、実は羽生さん去年めっちゃ負けたんですよ。 AI に、普通の人に、人と藤井聡太君とかとやって負けまくったんですよ。それは若手が台頭してきて、若手が AI を使うようになったんですよね、自分の訓練で。なるほどなるほど、自分の腕を上げるために。そうなんですよ。でその AI の中の手が全部自分の中に内在してくれますもんね。そうなんですよ。で、羽生さんやってこなかったらしいんですよ。ただ去年負けて悔しくて AI 取り入れた、今年めっちゃ勝ってんですよ。はぁ、今年めっちゃ勝つようになった。あんだけやってんのにまだそういう知らない手があったりとか。そうなんですよね。だから単純計算とか単純な判断とかはもうかなわなくなってきた。藤井聡太さんも勝てないのかな。いや、なんか勝てないらしいですね。そうなんだ。だからもうプラスアルファ自分の、ね、ただ唯一その AI が、できないのってクリエイティブらしいんですよね。あ、何かを作り出す。今はまだクリエイティブ、なるほど、発想するというのはまだ人間が全然勝ってる。ベースであるものから最善の策は導けるけども、その通りです。0から1、0、1ができない。まだできない。なるほど。1、10はできるってことですね。そうなんです。1、10はちょっと強い。1、10できたら相当強い。そう、確かに。そうなんですよね。だから0、1ができない。そこで我々はだから、あの、仕事がなくなるかもしれないけど、そこで頑張るしかないっていうことになりそうです。ね、だってもうね、香港とかもそうでしたっけ、韓国もそうかな、もう自動運転入ってますよね、ね、街中で普通に。そうなんですよね。ウーバーイーツとかももう自動運転、どこだっけな、アメリカだっけ、フランスだっけ、なんか、それドローンでウーバーイーツとかもそうだけど、やるみたいなことを、ね、そうなんですよね。だから我々は、あとアートも、もう、なるほど、なるほど、アートももう、かなわないんですよ、今、実は。色の使い方とか。とか、例えば、ゴッホの絵を。ディープラーニングさせて、ゴッホの絵なんとかさらうーっと描いちゃうんですよね。しかも早いんでしょ。あとドラゴンボールの全話、あと映画とかも全部読ませて、ドラゴンボールが危険な、カメハメハを撃つって入れただけで、その描写の絵を作っちゃうんです。もうすごいクオリティで。ってことは人間の漫画家がいらなくなっちゃうのかもみたいな。てか書く人がまあいらなくなるよね。いらなくなっちゃうですね。まあでもそのクリエイティブで生み出す人たちはまだ必要だ。まだまだ。だって今金融の世界もね、もう AI トレードされてますもんね。すごいっす。てかそれもう今までそれこそなんだっけ、大手のそういうファンドを作ってるようなところだけだったのが、今普通に人が積み立てするよとかっていうのでも AI 使われたりするんですよね。っていうぐらいもう AI が進んでいるということ。僕ね、結構怖がらせだったかもしれないけど、僕は怖がらせるつもりなくて、こういう今現実があって、でも共存するべきなんですよ。いや、そうだ、止めらんないから。ほうほう。で、僕はむしろうまいこと使っていって、自分たちの生活を楽にしてあげたりとかできるような、まあ、そういうシステムじゃないですか、 AI っていうのは。そうなんですよ。怖いのは分かります、僕も怖いけど、でもデメリットだけ見ててもしょうがない。メリットがあるよ、ね、こんな世界が広がっていくんだよっていう意味で紹介しました。イーロン・マスクの野望、これからこのニューラリンク結構注目らしいんでね。いやー、皆さんすごいね、それ本当に、はい、チェックしてみてはいかがでしょうか、ということですね。なるほど、セクシー、ね、セクシー選挙、それは別にどうでもということでした、ね、ありがとうございました。ってことはターミネーターの世界になる可能性もゼロではないってこと、ね、あるんですよね、ターミネーターロボコップね。でも僕らのやるべきことは絞られてくるかもしれないですよね、うん、存在、人間の存在意義というのが。ってなると、よりよりエンタメの101を作り出す人たちというのが重要視されてくる。そうなんです、そうなんです。あ、ちなみにニューラリンクのこれ入れるの来年です。人間アメリカ入れる、それはある程度実験でということですか。もうアメリカの保健所みたいなところに許可得ちゃったそうです。公的にな。でイーロンも2年以内に僕も入れるみたいなこと言ってて、なんかもっと先なイメージあるじゃないですか、我々生きてる間にこうなる、キンキンなんです、キンキンってことらしいですね、面白いな、はい、俺も入れてみたいもんな。
ねえちょっとまあチップだけ作ってくるかもしれない。チップとかやってみたくないですか。チップチップは、ね、チップは絶対やると思う。俺家の鍵とか、あもう全部絶対やると思う。免許証とかもね、そうあのもう自分の ID をね、そうだって今すぐにもやりたいもん俺。ねえやってみたい。ただ対応するドアがないっていうときっと対応してるものがないから何も使えないっていう状態。あでもみんなが入れ始めたら楽しいですね。そうですよね。自分の好きな女の子のタイプの情報さらもうそのドア会社をやればいいじゃないですか。おえーおマッチングサイト作ろうか。さあ皆さん、ここからですね、今月、来年の漢字一字をちょっと書いていただきたいなと、はい、思いますけども、いや、いろいろありました今年、ね、全く思い残すことないな。ないですか皆さん。いろいろありすぎましたね、まあ、世の中的にもそうですけども。そう、まあね、その戦うねっていう気が分かりますよね。確かに俺結構今年なんかね、精一杯やってきた感があるんですよ。うわいいですね。で新しい1年になったなっていうのもあるし。いやもうじゃあ来年皆さんお二人、はい、はい、じゃあ加賀谷さんからいきますか。はい、はい、じゃあこちらですか。はい、じゃんということで、なんだろうな、はい、加賀谷さんこちらです。もうまあ飛ぶですね。はい、はい、もうやっぱ飛躍の日ということで、はい、まあベタなんですけれども、は今年無事後役が終わります。まもなく、はい、はい、もうこの3年間つらかったです、うん、はい、もう来年はもう全ての役を落とし切ったということで、行くぞと。行くぞとも、はいはいはい、はい、この飛ぶという漢字の書き方も書き順もすごいうるさいタイプなんですけれども、もうこの、このこれがもう躍動感ありますからね。躍動感、そうですね、字の漢字がもうあれ、あの無人パイロットの気持ちで飛んでやろうかなと。いやいいですね。はい、じゃあ続いて谷くん。谷くんこちらですね。わあ、ごめんなさい。はい、こちらじゃん、掘る掘る掘る。なんか今年ね、俺やりたいこと一通りやれたん で、はい、でまあ、始めれたっていうのもあるんで、来年1年はよりその内容っていうのを掘り返していこうかなと。あ、深掘って、そう、深掘って深掘って、うん、もうそこの今ピンポイントでこれやりたい、あれやりたい、それやりたいっていうのが、うん、まあ、3つ4つぐらいあるんですけど、それを思いっきり掘っていって、うん、もっとこうなんていうのかな、あの自分の知らない、まあ、知ってるものだったものをもっとこう知識として入れていったりとか、うん、アウトプットしていけるような年にしていって、うん、で再来年に固めるっていう感じにしようかなと、うん、ちゃんとそう、そうできてるんですね、できてる、ロードマップが。そ、あでその翌年には入れると。もう入れちゃう、もう入れちゃうよ。もう入れちゃう、取って肩取って入れるじゃないんだよ。完璧じゃないですか。なんならいつでも完璧だよ。本当、確かに、ね、いや本当ですね。いや僕はこっちですね、はいはい、セクシー、ね、漢字じゃねえし一文字じゃねえじゃねえかよっていう。いやもうね、突っ込んじゃ、突っ込んじゃ、突っ込んじゃったな。ここね、泳がしそのセクシーの意図は何ですか。セクシーの意図はないですよ、はい、ちょっとボケてみようかなと思っただけです。ああ、なんだそっちか、はあ、そう、どういうことですか。今からこのなんかすごいね、色気がね、ドラマチックなあれが出てくる。まあ僕でも一言で言うと、やっぱまあ飛ぶ。いやいや、もうどっかで見たな。30秒前見たな、ね、気づいたんですけど、うん、あの人いつも自分の話になると本当のこと言わない。あ、本当そうか。そう、あ、恥ずかしがる。これ、ね、前からよね。前から俺は知ってるけど、もう10年ぐらい付き合ってますけど全部知ってます。自分のことは言わないです。そう、藤巻だけに煙に巻いてると。おあれです。お、え、そう、どういうこと。いや、そこ深掘るとこじゃない。掘るとこじゃない。おー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 おお。さあ皆さん、そんなこんなで、はい、まあ井上、あとボクシングの井上、いや、ありがとうございます。本当にすごいですよね、うん、ねえ、あ、また階級上げてね、4団体そう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 、ですよね、また行くっつって、すごいね。じゃあもう僕次行きますよ。どこに見に行くのか、それとも戦いに行くのか。あ、そうね、それは言わない、言えない。いや、全部言わないな、自分。いろんな方面から怒られそうなんで。怒られそうか。敵作りたくない。いろんな方面から怒られそうなんでね。いや、本当野球の話したかったんですけどね。いやいや、そうだ、忘れてた。そうだ、野球の話聞きたかったら。まあね、近藤健介さんのね、ソフトバンク行ったんで、人を誰か一人取れると、はい、もう皆さん世間言ってますよ、人的保障誰取るか、この人一択です。はい、誰？ソフトバンクから孫正義さん。そしたら全部回収できる。ワードがよろしいよね。いや、うまいな。結構でもね、この人ね、誰飛んだろうって本気でね、多分本気で聞きたかったんですけど、後で勝手ができよう。いや、本当にじゃあ、はい、ね、締めたいと思いますね。はい、はい、エンタメジャックインシビア、この番組は新車最安値更新中 100% 新車館と宮古島レンタカー宮根さんの提供でお送りいたします。まあ、あと2週間でも今年も終わるんで、ね、皆さん体調管理、いや、そうですね、増えてきてますね。インフルも流行ってるそうなんですよね。そうなんだ。で、まあ、もちろんコロナ
ロナもそうですし、コロフルになっちゃうんで、結構風だったりも流行ってるそうなので、皆さんお気をつけ願いたいなと思います。はい、じゃんけん、どうします、どっちがやります。谷さん行きましょうよ。谷君行きますか。これどうしようかな。いいよ、スライダーの握りでいい。スライダーで、まずそれ牛島スライダーだ。分かりづらいか。それでは行きましょう。最初はグー、じゃんけんポン、おかえ、今週はパーでした。それではまた来週です、皆さん、さよなら、バイバイ。